こんにちは、こんばんは、じゃいまして、りなです。はい、今日もね、今日もってかまたまたですね、めっちゃ久しぶりの喋る動画っていうことでちょっとね、最近喉の調子が良くないというか、痛いとかじゃないんですけど、すごいね、痰が絡んじゃってうまく喋れない状態になりやすいんですけど、はい、今回もですね、タイトル見ていただければわかると思うんですけど半年ぶりにですね、美容室にまたまた行ってこようかなと思ったので、日記として動画に残そうかなと思って今回撮影をしています。はい、ということでね、まあ半年経ったんですけど、まあまたカットとカラーで、前髪整えてもらって、でこの金髪ですね。はい、赤い部分は落としていっちゃうんで、はい、帰ってきたらこの赤い部分はなくなってる、ほぼなくなってると思うんですけど、このね、明るい金髪に合わせて根元までね、ブリーチを今回もしてもらおうかなと思っています。はい、で去年の12月に2年半伸ばした髪をバッサリ切ったっていうね、動画を上げたと思うんですけど、まあそのバッサリ切るってなった時からちょっとしてみたいなっていう髪型があって、それが、金髪ツインテールですね。はい、まあ、金髪ツインテールっていうとなんか私の周りだとなんかアニメキャラに出てくるイメージがあるなーなんてよく言われるんですけど、はい、まあ私もそうですね、こう金髪のアニメキャラを見て、あとなんだろうな、結構フリフリの格好をしたりとかするので、まあそうするとね、ツインテールね、いつまでできるかわからないっていうのもあって、まあ今のうちにね、金髪ツインテールしたいなって思ったら、まあそろそろね、髪もいい感じに長くなってきたので、まあ美容室行ってこう綺麗に整えてもらったらツインテールして、いろんなところに遊びに行こうかなっていう風に、そろそろいいかななんて思いました。はい、やっと1年前に考えてたことが、そろそろ実現できそうだということなので、はい、これから、美容室に行って、綺麗にしてもらおうと思います。はい、ということで美容室に行ってきた感じ、こんな感じになりました。はい、ということで帰ってきました。ちょっとね、帰ってから寝てしまって今ね、夜中になってしまったので、こんな感じの喋りになってしまったんですけど、あまり
ージで撮影することにしました。